実はさ、一度家に帰ったんだよ。また見てもらえるように見たかったんだ。でもさ、三年ぶりの変わらぬ光景が改めて教えてくれた。この家族はもう俺を過去にした。自分が形作っていたものが白黒反転するんだよ。弱いまま会いたくなかった。技ならいくらでも見られた。死ぬ気だったんだ、花から。あれが名声を上げるたび、俺の心は脈打った。エスとは動くことで生まれるエネルギーじゃ。あれの大切なもの全て焼き尽くす。させねえつってんだろうが、バカ兄貴。それが俺の生まれた証だ。オッケーオッケー、聞いてくれてありがとな。迷いが一切ない。向こうの方が温度上昇が早い。お前は俺が止める。俺はお前にもしっかり思うことがあるんだ。俺以上の素質、本化した体は俺から限界を取り去っていた。格尺熱拳クレザーエルスパイダー翔太君、もういけるか。一つ聞きてえんだが翔太、エンデバーの息子、ナビの兄弟、そういうあっかましさだよ、ショート。全てを持って生まれたくせにそうあろうとしなかった。うらうら中途半端な人形が、ジェットバーン。うん、遠回りして迷ってばかりの半端な熱が中和されてる。しっかり俺のことも見てくれててよかった。格尺、この技は自分で発展させた。親父はイカれてた。うちはダメだ。どう焼いたのはお前の選択だ。と関係ねえ人たちの命を奪うな。リン、そうすりゃ少しは頭は冷えるだろ。お前以上に適任はいねえってわけだ。同じ血を分けた兄弟ですらこうも型が違う。歪んだレールが正道に交わることはない。俺たちがこれ以上は平行線だ。俺ですら焼ける高熱なのに。言っただろう、ありがとうございます。あまりに多くのものを拾い戻る道だった。いいのよ、お前はなりたい自分になっていいんだよ。立ち止まっていた俺とは違って、でもみんなはいつもそこにいた。いつも安心させてくれた。